はい、チャンピオン、計量終わりました。お疲れ様でした。体調の方はいかがですか？完璧です。お調整もうまく、はい、まあ、いつもより体脂肪を2キロぐらいは低めに落としてきたんで、今回水抜きもちょい少なめだったので、すごい調子はいいです。ジョバニジニス、相手のジョバニジニス選手なんですけども、試合ご覧になられたことは？はい、まあ、DVD を送ってもらって、直近の試合の 2,3 試合で見てますね、うん、はい、どういった印象をお持ちですか？そうですね、全体的にまあ何でもできる選手なのかなと、そういう印象です、うん。その、まあ、まあ打撃の方がすごくやっぱり得意だっていうのはあると思うんですけども、彼の方は、はい、まあ、ここをどういうふうにして廣中選手は崩していくのかなと。まあ、打撃でやっても勝てると思うんですけど、別に、まあ、まあ寝技行った方が多分勝つ確率が上がるみたいな、まあ、うまく打撃もやりつつテイクダウン狙って普通にパンダアウトできれば一番いいなと思ってます。明日会場に来ていただく皆さんに最後一言お願いします。はい、絶対日本人が防衛しますので、ぜひ応援よろしくお願いします。期待してます。はい、ありがとうございました。